天権2型アクティブレーダー誘導空対空ミサイルは台湾の中山科学研究院が開発した中距離空対空ミサイルである。このミサイルの存在が明らかになったのは1988年の IDF 警告戦闘機の初公開式典であった。この時警告の胴体中央部に搭載されていたミサイルが天権2型であった。天権2型の開発は 警告戦闘機の開発と時を同じくして開始された。米中国交回復に伴ってこれを受けて台湾では1970年代後半から兵器自給体制の確立を目指した各種の政策が実施に移されることになった。アメリカも直接の武器輸出は制限する代わりに各企業による技術支援という形で台湾の兵器国産化に協力することとなった。 天権2型の開発においても、アメリカ企業の技術支援があったことが推測される。兵器国産化の中心プロジェクトの一つとなったのが、国産戦闘機械 CK-1 IDF であった。IDF の並走も自主開発されることになり、中距離空対空ミサイル、天権2型と近距離空対空ミサイル、天権1型の2つの空対空ミサイルが開発されることが決定された。 天権2型は1994年7月に初の空中投下試験を完了、同年から生産が開始され、1996年に舞台派、天権2型は翌年までの間に800時間に及ぶ飛行試験を受け、1997年7月には品質証明が与えられた。天権2型の外観は AIM-7、スパローや AIM-120。 アンロムなどとよく似ている。ミサイル中央部とビ部にそれぞれ4枚の翼端、切り落とし、デルタの骨翼さを有している。チューブの骨翼は固定式で、後ろがビ部の可動式フィンがミサイルの軌道制御を行い、近接進化により作動する。点検2型の誘導方式は、中間誘導が完成後方方式、終末段階はアクティブレーダー誘導方式を採用している。 アクティブレーダー誘導方式を採用したことにより、天圏2型はミサイルの撃ちっぱなしが可能となった。アメリカ、ロシア、フランスに続き、台湾は世界で4番目。東アジア諸国では最初に撃ちっぱなし能力のある空対空ミサイルを国産化することに成功した。天圏2型の射程距離は公式には明らかにされていないが、推測では6 0トル前後と見られており、 より射程の長い改良型が登場する可能性も指摘されている。警告戦闘機は胴体中心軸の専用ハードポイントに点検2型を2発搭載する。現在開発中の警告のアップグレード型い CEK1CD 警告 U 高では点検2型を主翼にも搭載できるようにして搭載数を4発に増やすことになっている。中山科学研究院では 点検2型の派生型の研究開発も行っており、これまでに点検2アンペア型対レーダーミサイル型、地対空ミサイル型が開発されている、艦隊空ミサイル型についても研究されていたが、開発に失敗して白紙となった。ありがとうございます。